ついにこの時が来た。はい、どうも皆さんこんにちは、コルコルコルンでございます。今回紹介するのはこちら。本当に紹介したくない。紹介したくないよ。はい、こちら何かと言いますと、生き物図鑑というものですね。生き物図鑑アドバンスっていうもので、殿様ガエルを回してまいりました。こちら1個1500円のガチャガチャになります。もうどんだけっちゅうね。どんだけビビビビ、こういう感じですね。もうちょっと嫌すぎてテンションが上がってます。はい、僕はカエルがね、昔から嫌いだったんですよ。殿様ガエルだけじゃなくて、もうアマガエルからもう全部嫌い。もうナルトに出てくるあのカエルとかね、なんか転生系に出てくるあのカエル、もうだけ嫌い。もう全部嫌いなんです。で、なんかまあ地元がね、そういう焼き物系が多いところなんだけど、周りがそこでカエルの置物とか、もうやめてくれ、なんで置くのねえってなってたんです。ということで、まあこの動画は爬虫類が好きか嫌いか、両生類が好きか嫌いかみたいなところで、分かれてくる動画になってると思うので、苦手な人はもうここでね、フィルターバックしてください。ブラウザバックしてください。はい、ということで開けていきます。このタイプね、開けられないって悩んでる子が多いんですけど、よく見たらこう横と横をギュッとこう押してあげて、でここの真ん中を上に上げてあげるっていう感じですね。これで取れ、もうやだ、開けたく見えてる、もう足が見えてる、口も見えてる、もうやだよ。もうね、もうキモすぎるって。もうごめんなさい、キモいを連発してしまう気がする。開かないんだけど、開いた、やだ、見たくない。開けます、せーの、パカリス。やだ、もう奇跡的に高校の授業でカエルの解剖がなかったのに、なんで俺はわざわざここでカエルみたいなのを触らないといけないのか。ちょっと待ってね、説明書から開けていきましょう。じゃん。あー、気持ち悪い。あー、気持ち悪いですね、もう。殿様ガエル。はい、生き物大図鑑アドバンス、合ってたわ。でね、この殿様ガエルでございます。で、大体ここに乗ってるのは全部オスですね。オスの方が鳴くので、こういう風にぷっくりしてるやつね、ほっぺたが、こういう感じになってる。なので全部オスになってます。はい、殿様ガエル、爬虫類、両生もカエル目、ムビ目、アマガエル科、全長、オスは38から81ミリメートル、メスは63から94ミリメートル、平野部から低山にかけての池、水田付近に生息する。春から秋まで活動し、冬は地中で冬眠する。ということでございます。はい、舌を引っ張ると、まあ、捕食時のね、あの感じが再現できたり、生態系は、肉食系、生きている昆虫類、蜘蛛等を食べますが、貪欲で、貧欲で、口に入る大きさであれば、小型のカエル、ヘビなども捕食します。もう、そういうところが嫌い。そういうところがちょっと嫌だ。あ、なんか、見たら食いつくみたいな。口に触れれば何でも噛む、フグみたいな特性してるのがちょっと嫌なんだよな。オスはほっぺたにある、これなんて言うんでしょうね。鳴のというものを膨らませますと、大きな声で鳴くよと。はい。で、取り外し方、ピンセットで中とかいじってくださいね。口の中に手突っ込ませる気？マジかよ。うわーい。はい、後ろこんな感じでって感じね。はい。15歳以上ですね。残念ながら15歳以上です。さあ、こちらでございますけれども。気持ち悪いよ。やばい。でもカメラ越しじゃないと見れないわ、私。あ、でもカメラ越しで見た方がリアルだな。やだな。あ、でも触った感じ、袋で触った感じ、今までの生き物図鑑と同じような感触ですね。あ、別になんか、足がヌメヌメしてるわけじゃなさそうですね。うん。まあ、軟性プラスチック素材かと思いきや、案外こう、ちゃんとした、硬いものになってますね。なるほど。で、こちらがお顔と。うわ、きっしょーい！きっしょーい！きもーい！
キモーい、キモすぎる、キモすぎる、キモいよ。ちょっと待って、覚悟しますね。僕のあの高校の先生がこんな顔してたんですよ。あ、これ顔ですね、顔です。うん、マジでキモいな、マジでキモいけど顔だね。いやでもよく見るとラインが2つ入ってて、こう頭部ね、頭部のラインが2つ入ってて、で眼球のところだけ膨れてるっていう感じで、縦長になってて、横から見るとあのしっかり目が見えると。でもこれ別に多分ね、白目とかじゃないんですよね。そのまぶた、水面、水陸両用のあのこういう生物っていうのは目が非常にやられやすいのかな。だから結構まぶたがギリギリまでついてるような気がする。あ、きっしょいですね。でもね、これマジエグゾディアみたいに合体させたらもう俺死んじゃうんじゃないの。大丈夫かしら。はい、という感じです。あとほっぺたがついてます。あー、もう開封したくない、開封したくない。ちょっと待って、尺稼ぎしていいか。心を落ち着かせるために尺稼ぎしていい。いや、前までの生き物図鑑アドバンスがねあるんですよ、ここに。私が買ってきたやつ、本当はでっかいあのダンゴムシもいたんですけど、第1弾あれはなんかどっか行っちゃったね。はい、これが、ダンゴムシです。ダンゴムシとかだと全然触れるんだよね。可愛いじゃんってなるんだよ、こうやってね、丸まるしさ、丸まってね、あのチェーンだからこうやってカバンにつけてた時期もあるんですよ。でこっち小型のダンゴムシ、黒が出てきてね、嬉しいなって感じね。こういう風にできます。あ、これ全然大丈夫だ。でこれも蜂でしょ、蜂とかもね全然大丈夫だな。こうね、こう角とか、角じゃないな、針とか出しちゃって全然大丈夫だな。こうやっていじれるし、口も開けられるし、触覚も全部いじれるし、足とかもね、なんなら昨日これ取り出してくるときにね、足があの取れちゃっててだいぶ残酷な感じになってたんだけど、全然元に戻せるしね。これだと全然いけるんだよ、昆虫類。はい、そしてこちらウーパールーパーくんですね。ウーパールーパーくんもこれ口が開いてみたいなね、全然動かせるんです。これ顎すごいよ、これね、あの横に動くの、これ見て、横に動く、ほら横に吊りつぶして動くモーションが、なんとこれで500円なんですけど再現できちゃうというね。で、これ尻尾がこうくねくね動くよって、動くよみたいなのできちゃうの。で、あんま、こいつはね動かない。あ、なんだっけな、これ知ってる人いたらコメント欄で、名前忘れちゃった。なんかこれも生き物図鑑なんですけど、まあね、っていう感じで全然触れちゃうんですよ、生き物系なのに。俺はなんでカエルを触れないんだろう。なんでカエル触れないの、なんで俺らが触れる、こんなにリアルな虫が触れるのに、なんでかしらね。前の方が長いんですね、羽が。はい、これでちょっと心を落ち着かせましょう。もう今日レビュー動画撮るのもう20分以内に絶対撮り切るっていう風にしないと、多分俺ずっと触ってたら死んじゃうと思うんですよ。なのでちょっともう勇み足でね行こうかな。よし、ちょっと待ってね、棚を閉めまして、いや、あの胴体から開けていい、先に。本当に、いや、もう本当今日レビューというよりかは、本当にもう俺がただこうトラウマティックな体験をするっていうだけなんだけど、いやー、キモいな、いやー、キモいな。あ、でもこれまだいけるな、これまだいける。あ、キモい。あー、キモい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 。え、こいつ足、え、3つで構成されてるの、この足って。キモ、キッシュ。キッシュいってあんま言ったらね、あの爬虫類好きの人がね怒るからあんま言わないようにしたいけど、すごいよ、でもこれ、こんなに簡単に動く。うわー、見る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 、これよく見るやつ、これよく見るやつ、こういうやつ。あー、これ見る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 、あー、あー、あー、キモい、広げるとキモいよ。でもさ、あれじゃない、鳥獣戯画に書かれてるのってこんな感じだったよね。こうやって、あの鳥獣戯画のやつはこうやって足がこうねちゃんとついてて、そう思うと鳥獣戯画ってリアルだよね。でこうなってさ、こういう感じで、あのウサギを倒すっていう描写があります。ここにね、こういう感じでね、ちょっと腕が短いのか、鳥獣戯画にしてはね。すごいよ。でもちょっと待って、足の角ちょっと全部さ、完全体になる前に動かしとこう。足が、太ももロールがここに入って、どういうロールの仕方、ちょっとこう横にもずれるし、こう左右にもできる、あ、前後にもできる。でここスライド式なのかと
思いきや、ここがこういう動きをしてる、こういう動き、こういう、なんていうの、足をこう、あ、キモいな、こういう動きをしてる。あの、屈伸できます。あやー、必勝いわ。で、ごめんなさい。で、ここね、ここがこう、横に、これも動く、動く。あ、でもボールジョイントだから、ここはくるくる回りますね。うん、全然、うん、可動に損傷はない。そして足もご丁寧に動く。なんでご丁寧に動くんだよ。リアルすぎるだろ。1500円ですからね。こっちも反対側も一緒と。これ模様とか左右で違うのかしらね。模様は一緒な気がするな。あ、でも違う。太ももとかの模様を見たら、やっぱりね、一個一個大きさが違いますね。プリンティングの。プリンティングのね、大きさが違う。で、背中も、そうですね、背中も割とランダムにこう入って、で、背筋がこう入って、っていう感じだね。いやー、もうカエルはもうオタマジャクシでいいのよ。発達しなくていいのよ、お前たち。で、腕はこうね、あの、ご丁寧に全箇所動きます。カエルってさ、そのどういう風に動くか分かんなかったんだよ。だから怖いんだよね。そう、どこに飛びついてるか分かんない。それが怖い。うん。で、あの、今もすごい怖い。今これ触っててもすごい怖い。うん。こいつはもうあのあれだと思って。こいつはもう動くやつなんだって思って。で、これ腕を曲げることはできます。で、手首もあの動きますね。横にも、あ、そうですね、横にも動きますね。はい、360度動くという感じ。はい、いやー、はい、反対側はこんな感じ。お手手だけ見たら可愛いのにね。4本指と後ろ足は5本指入ってますね。あれ、5本目ってどこにあるんだろうね。通常進化するんだったらね、なんかどっかについてたりするもんなんだと思うんだけど、どっかに含まれてるのかな、もしかして。カエルのね、そう、解剖じゃないけど、骨格はなんか図鑑で見たことがあって、すごい骨格してんだよこいつって。それで動いてたのみたいな。ほとんど筋肉じゃんみたいな。ほとんどプニプニしてるじゃんみたいな感じ。いやー、きっしょいですわー、きっしょいですわ。本当にカエルを観察しなさすぎてどういう風になってるのか知らないんだけど、多分こういう風にあのビチャってなってんだよ多分ね。で、で、あの、手はちゃんとあのお手手ないないしてるわけですわな。いやー、もう案外いける、案外いける。いやー、でも顔くっつけたくないな。顔くっつけたくないな。キモい。ふぅ。あー。顔くっつけたくない。やばいよ。顔ない方がいいよ、お前。かっこいいよ、顔ない方が。顔つけたら、だってさ、もう、やばいって。夏目友人帳で出てくるカエルならまだいけるんだけどね。ニュルッと出てきて。いや、気持ち悪いですわね。死んでるというか生きていないものだと思ってもこれぐらいですわ、恐怖症っつうのはね。さあ、ちょっとじゃあ顔を見ていこうって思ったけど、俺これ動画編集するとき地獄じゃない？やばいよね、ずっと見ないといけないじゃん。はい、失礼します。顔失礼します。顔失礼しています。あー、気持ち悪いですね。もう、はあ、気持ち悪い。この曲線、あの、顎ない感じ、本当に嫌だ。このこういう感じ、あ、本当に嫌だ。あ、でも魚の目だと思えば、魚だと思えば、あ、気持ち悪いな。あ、気持ち悪いな、これキモいな。キモい。作り物、大丈夫で、はい、あ、見てこれ、あ、光で透けてるの分かる、これリアルだね、透けてるの。お前、そんなそこまでリアルにしなくていいんだよ。で、上から見ても気持ち悪い。もうどうしたらいいの、もう私。あ、でも、あ、あ、なんかほら、あれ、ゆや一同、心を合わせて引きや、うわぁ、ひどい！いやぁ、ぎしょい！いや、放り投げちゃった、どこ行った？放り投げちゃった。あ、探したくないな。あ、もう探さなくていいかな。放り投げちゃった、どこ行ったの？もう、やばいよ。どこ行ったの、今。あー、キモいです。もう、ゆっくり開け、もう。私、やばいって、もうごめんなさいね、本当に。カエルだって生き物なんだよ。同じ、いや、気持ち悪い、同じ生き物なんだよ。キモい。キモい。やばい、この動画で50回ぐらいキモいって言ってるかもしんない。ちょっと待って、待つこ。落ち着け。テンションはそこで上がるべきじゃない。
ゆっくり観察して落ち着いたレビューをしたい。落ち着いたレビューをしたい。少しずつ乗り越えていこう。ね、ちょっと待って、胴体をごめんなさい、胴体を一回こっちにします。ちょっと胴体が一緒の画角に映ってると俺は多分死んじゃう、合体したと思っちゃう。顔をちゃんと見ていきましょう。ちょっと待って、確かめるわ。ちゃんと触って確かめます。触った感触は、うん、キューカンバーですわ、これ。キューカンバーの感触。うん、あ、こんな感じだったんだね、カエル触ってる人っていうのは。で、お目がこういう感じで、はい、あ、キューカンバーですね。あ、ちなみにこの目はさすがに動かないです。あ、キューカンバーですわな、これな。 OKOKOK。で、あの、ごめんね、これ口をゆっくり開ける。ゆっくり開ける。大丈夫。俺はいける。部品が上と下で分かれてるだけ。で、こういう感じね。はい。歯見ますよ。あ、すごいね。こいつら歯ないんだ。歯ないんですね。歯がなくて、上顎が、ま、なんか人間もこうゴツゴツしてるよね。で、はい、喉があって、あ、すごいね、めっちゃ作り込まれてるな。本当に爬虫類好きが作ったっていう感じ。横から見た時の気持ち悪さやばいな、ちょっと。あ、で、舌がね、出るんですって。あ、硬すぎる。え、出る、お前出る、うん、後ろのつく、あ、でもね、ボール、いやー気持ち悪い。あ、ボールジョイント、あ、気持ち悪い。あ、気持ち悪い。ボールジョイントが入ってる。舌出してあげたい。ちょっと待って、ベロチューしたい。ベロチュー してあげたい。ベロチューさせて。君を、そんなに気持ち悪い君を私は生態知りたいんだ。なるほど。他にレビューしてる人がいて、この舌の上下を掴むんじゃなくて、左右を掴んで、引き出してくださいですって。どういうことですか？左右をつまんで引き出せる。いや、爪でやったらいけますよみたいなの書いてあったんだけど、爪じゃちょっと失礼だよな。せっかく作ってくれてるんだからさ、バンダイがせっかく作ってくれてるんだ、開発業務の人が。あ、ちょっと出たんじゃない、これ。下写真ほど出せないんだけど。でも、あ、出た、出ました、やっと出た。いらないギミックいらないギミック、ちょっと待って、いや、マジでいらないギミックだよ。あ、ちょっとかわいい、あ、ちょっとかわいくなってきた。あ、ちょっと、あ、でもちょっとかわいい、あ、ちょっとかわいい、あ、もうちょっと舌出したまんまにしとこう。はい、ということで、はい、あ、で、さらにですね、ちょっと待ってね、このね、横に穴があるんだよ、ここね、この黒いところ、これが袋玉になってんで、袋玉だっけ、なんだっけ、鳴のうになってるんです。鳴のうで、その鳴のうにちょっと刺してあげたいな。完全体の時にやったらやばいって、マジで。多分ここに入れて横にポコッと出すんで、ここだ、なるほどな。このね、口の中の見えないかな、奥にジョイントがあるの。片方がこんな感じだったの。透明なジョイントが入ってて、このジョイントの部分に押し出すようにします。なんだよ、こんな内科検診したくないよ取れました。んで、まあこいつをぶっ刺すっていう感じね。あー、どっちがどっち、これ刻印がしてある方が左。刻印ってどこにしてあるの？あ、R あった。右ってことは、俺の右の逆だから、こっちにつけてあげるね。はーい、気持ち悪いですね。はーい、行きまーす。え？違くね？こんなところがくれんの、お前。びっくりするよ、お前、それは。はい。見たことある膨れ方してますね、これ。ちょっと舌閉じますわ。はい。これをパクッとしてあげたら。あー、見たことある膨れ方してますわ、これ、お前。やばいよ。目の角度が良くないのかな。はい。あー、気持ち悪い。本当に気持ち悪いです。
横膨れガエルですね、これが。まあ、オスがメスに対してこの求愛行動をするときの膨れてるやつ。はい、ごめんなさい、でも気持ち悪いんで僕はもうこれは変な取ります取ります。いや、どうしよっか。でもみんな見たいんだよね、爬虫類好きの人は。爬虫類好きの人はこういうの見たいんだよね。なんでじゃあちょっとでも僕はもうちょっとさすがに心臓が持たんので、こいつに返させていただいてから、返させていただいてから、ガッチャンコして終わりたいと思います。はい、どうも皆さんありがとう。ありがとうございましたっていうね。てかよく考えたらさ、この茶色の色のやつが膨れてこんなんなんの？すごくない？どういうシステム？ここだけタンパク質やばいよね。はい、ということで最後ガッチャンコして終わりたいと思います。本当にありがとうございました。しばらく胴体に触れてなかったのに、胴体もう一回触れて慣れておきたいと思います。足が伸びる、ここ伸びる。でもここら辺は別に、ヌメヌメとか、柔らかい素材じゃないし、顔全体も別にヌメヌメしててるっていうわけではないです。ちなみに首はボールジョイントの中もさらに動くようになってます。いやーもう本当に嫌だけど、ごめんなさいね。大丈夫。君はもう友達。君はもう友達。あ、ちょっと待ってね。この状態で、絶対にやめてよ。絶対に、早くくっついて。はい。あ、結構硬いですね、ボールジョイントが。はっ、ついちゃった。じゃあ、いやー、やばいな、これは。ちょっとやばいな。ちょっとキモいな。ちょっとキモいですね。はい、カエルくんで気持ち悪いです。カエルです。はい、どういうポージング取らせてあげたらいいの、わかんないんだけど。君のことが嫌す、いや嫌じゃないんだよ。君のことは別にいいんだよ、いてくれても。でもね、その見た目が嫌なんだよな。その見た目が僕はすごく嫌だ。すごく嫌です。あ、気持ち悪いです。あ、でもちょっと可愛いかも。可愛いかも。ちょっと萌えみたいな顔してる。あ、可愛いかも。あ、バリアードみたいな感じだね。あ、バリアードみたいな感じか。で、こういうところにいると。あ、こんな格好してないよね、カエルって。なんかもうちょっとなんかさ、凛々しくない？もうちょっと凛々しいよね。なんか、手がもうちょっとこう伸びてて、で、こう下にこうついてて、で、失礼いたしますわよみたいな、土下座の前兆みたいな格好をして、で、足をこうちょっとだけ伸ばして、で、ね、おじいさんとかがこうね、こう、あ、ごめんなさいねみたいな、こうちょっとそこら辺で道のところで屈伸運動してますみたいな、こういう感じですよね。足がなんかキモいな。足がこうじゃないかな、あれな。こうなのかな。いや、なんかね、写真見たらこんな感じなんだ。もうちょっとこのさ、もうちょっとこう、こんな感じ。え、ちょっと待って、一回。なんかこう、こんな感じかな。足ってさ、みんな有識者がいたら教えてほしい。この字型にこういう風にしてるのかな。これがカエルのクラウンチングスタートですかね。で、お手手はこう内側にこうないないしてます。ないないしてて、こうやって敵を待ってます。あー、気持ちは。もうなんかもうあれやん。本物やん。ほんで、まあこういう形なんですよね。大丈夫。作り物だから。で、ごめんね。首動きます。首はどのぐらい動くのかな？ちょっとね、フィギュアの探求心と生物の探求心両方とも兼ね備えてしまっている。あ、でもね、こう、あ、うなずくことできます。偉いですね。あ、でも上の方がよく向き、あ、上の方がよく向きますね。うんうんってできます。あ、取れちゃった。あ、取れちゃうとね、キモいね。逆にむしろ取れちゃう方がキモいね。はい、あ、くっついた。横はね、向けないね。こいつ横向かないのかな。首あんまないもんね。
なんかカエルが横向いてキラッみたいなしてるのあんまないよねっていう感じですね。あ、まあフォルムはこういう形をしてますね、うん、なるほどなるほど。こう口開いていいですか。あー気持ち悪いですねはは。そして、なんか下さっき出ましたけど、あんま出したくないな、あんま出したくない。あーもうこれ何考えてるか分かんない時のカエルじゃん。もうなんかあの家に飛び乗ろうみたいな感じの時のカエルじゃん。でこれをまあこうですね、下顎の方が動くのかな、上顎が動くのかな、分かんないな、まあ、こんな感じです。やだー、もう一回伸ばして、あーもう伸ばしたいですけどね、もうあなたもう美脚すぎて困っちゃうわ、美脚すぎて困っちゃうわ。でお手手をこうしても、いやーい、慣れてないところに触ると気持ち悪い。こういう感じね。伸ばすとこんな感じ。じゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんみたいな感じ。長。さ、そう、こいつらさ、両足伸ばすことってあんまなくない？片足こうやって、いや気持ち悪いですねっていう感じでこういる感じやん。いやーやばいわこれ本当に。ね、なんかちょっとでも哀愁はある、ちょっと哀愁ある。こういうなんか理科の先生いるよね、こういう顔した理科の先生、こういう平泳ぎしてる理科の先生ですね。あ、理科の先生、理科の先生こういう人いるじゃん、ほんとじゃん。あ、見て見て、ここね、お尻の部分白いね、こう来てここまでからこう葉茶色が混じってる、どういう色よっていうね、木の木の葉と同じような色合いをしたいのかな。やばいわ。でもこのさ、お腹をさこうやってさすって遊ぶ人いるじゃん、よく。意味わからないから意味わからないから、それもうなんかおるやん、そういう人が。じゃあ足組ませたいわ。じゃあもうむしろ足組ませようよ、組ませてこのおっさんをこうちょっと内向きにして、で、あ、疲れましたわと、温泉上がりですわみたいな。あ、これ可愛くない？これはちょっと可愛いかも。温泉上がりガエル、温泉上がりガエル。あ、ちょっと気持ち悪い、温泉、あ、気持ち悪いです。あ、なるほど、あ、なるほど、温泉上がりガエルですね。あ、あ、は、あ、あ、あ、はい、温泉上がりがあります。あ、やばいよ、もうなんで買っちゃったんだろうっていう感じですよ、という感じね。はいはい、もうすんごいレビューの動画かかってますけど、まあ今日はこのぐらいにおしまいにしたいと思います。ひー、ちょっと待ってね、片付けるまでが遠足よ。こうしてこうして、失礼します。じゃあ、そうそうそう、カエルの生態でちょっと一つこれだけはちょっと面白いなと思うことがあって、まあ、灰色三日月は面白いんですけど、カエルのカエルがこういう風にこう、あ、気持ち悪い、あ、気持ち悪い、あ、気持ち悪いな、気持ち悪い、あ、こういう風にね、葉っぱにこうやって乗ってるじゃないですか。でこいつをまあ動かしてもこう上にしても下にしてもカエルの頭の位置が変わらないっていうのがあるんだよね。でこれなんでそうなってるのっていうと、カエルってこの頭を見ると大脳は発達してないんだけど、体の割に中脳が発達してるんですよね。中脳だっけ、小脳だっけ、体の割に確か中脳が発達してる、位置感覚とか平衡感覚を捉える中脳が発達してるんです。なので大脳がほとんどなくても、まあ、こういうふうに動くことができる、まあ別に大脳の仕事じゃないよねっていうことが言えると。で残酷な話なんだけど、口をこういう風に開けた状態で、開けたところから真上に切ると完全にカエルの大脳が切り離せるんだよね。でこれ切り離した状態でもこうやって立たせておいてこう傾けたりしてると勝手に体がこうスタビライズしてくれるっていう、なんかそういう実験が理科の資料集に書いてあったのを思い出しました。これはすごいですね、つう感じですね。はい、キックキック、いやはい、ということでだいぶ慣れてきたけどやっぱりまだ気持ち悪いです。カエルでした、取ろう。いや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 、ダメだわ。
ダメです。あまり見ないようにしよう。はい、ハポペンですわな。なんでこうしてあーもうこれ絶対誰か友達にあげよう。絶対友達にあげよう。本当に多分自分では扱いきれないわ。はい、この中に、あー入るのこいつ、こいつだっけ入ってたの。はい、扱いきれないです。もうちょっとやばいわ、扱いきれない。本当に好きな人に渡そう。好きな、本当にカエルが好きな人に渡そう。やばいわね、びっくりしましたね。はい、ここに入れて、あ、はい、よかったらあのチャンネル登録高評価、よろしくお願いします。あとコメントもよろしくねこのタイミングで言うのかよってね。はい、こういう感じです。あ、そうだそうだ、忘れてたわ。これ何のカエルだっけ。トノサマガエルなんだけど、今日見たやつは緑色ですね。緑色のこのトノサマガエル、トノサマガエルオスの緑色を開けました。他にも開花色、開花色であってる、開花色や死体、獅子緑個体、そしてトノサマカエルブルー、ブルーっていうのは背中のその2本のラインです。ここの2本のラインが青色になっているものがあるということだそうです。よかったら皆さんもね、1500円ですけど、まあ僕がこんなに気持ち悪いっていうぐらいですから、本当にリアルなものになってます逆説的に言うとね、本当にリアルなものになってるので、あのぜひね、見つけた人は回してみてください。本当に爬虫類好きの人、両生類好きの人にとっては非常にいいんじゃないかな。爬虫類のものもね、結構あるんですよ。トカゲとかなんかいろいろ売られてるので、ぜひぜひね、おもちゃコーナーに足を運んでみてください。よし、これでお前を封じたぞ。完全に五条悟を封じた。よしよし、封じたぜ。 OK ということで、今回はこのぐらいにしたいと思います。チャンネル登録高評価、あ、さっき言った、もうよろしくお願いします。ということで、コルンでした。バイバーイ、バイバーイ。